はい、では続きやっていきましょう。青い電撃を抜けて、お、1個ですね。待って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 、下にいるのよくない。おお、射程が長い。上に、あれは攻撃しないと上がれないやつ。届かない。あ、おお、びっくりした。ひぃ、いやこっちも気になるな。おお、あ、旗があんのか。で、地の右、届くかなこれ。あー違うな、届くかなじゃなくて、経路で回収できる。これいける。ほっ、くそ。でも経路のあれなんだよな。いや怪しいか。あ、うん、なんで、あれかな、時間で復活するって。これ、あ違うな、時間で復活するやつとしないやつかね。ねえ、復活しましたね。ただのショートカットだった。びっくりした。そこで、どうや、まあいいか。あって止まっちゃった。待って、意外と食らってたな。こっち側から回っていけんだ。やっぱこれだよね。当たりそう。特にね、ただ回復があっただけ。うん。意外とさ、あ、待って待って、やっちゃった。ちょっと待つか。抜けれっかな、だよね。よしよし。うん。これちょっと厄介だな。意外とこれに取られる。で。おお、そっち行っちゃうんだ。意外とね、こいつの判定がでかい。危ねえ。海か。早くみんなを回収したいんだよな。こっち来ちゃってよかったのか。まあ、戻れないってことはないと思う。戻れるね。あー、これはあれか、やっちゃったかな。お、旗を取って戻ってくるルートだったんじゃないかなって今思いました。こっちがね、だよね、旗があって。ただちょっとあそこの上に物があるからみたいな。あ、ダメか。無理か。ちょっと見れなかったので、でもプラモがありそうなところが今まだに。ひ、あ、しゃがみたい、しゃがみたい、しゃがみたい。危ねえ、タイミングなんだな。よいしょ。うわ、どっちかな。あ、来た。さあ、これ跳ねていくんだ。ひ、平気だな。浮き殿、ありがとう。避けらんなかったな。ただ結構先があるから。あっ、君ね。
そう、あれだな。じゃあ、ここのね、端っこ抜いたいんだけど、さっき当たっちゃったんだよな。ほら。待って、冬木だろ、冬木だろ。ここで立ってる、ちょっと攻撃モーションであるとくらっちゃうから、ここで後ろ向いて、こうだね、OK。なんかね、さっきのあの、オプションがさ、オプションに先に攻撃当てちゃうと、なんか、広がるみたいでね。まあ、でもあとゴールするだけだから。よしよしよし、OK。またどっかであれだね、フィギュア見るところも作りましょう。あとさっきね、ちょっと気になったんだけど、このケロロ戦記って何かなって思って見たら、これ称号でしたね。それもまた いずれ。冬木軍曹と叫ぶ。軍曹うわぁ、声が聞こえる。生まれ出る命を守る。ほんならあの称号のところもちょっと多分変わってるんだよね。あのね、セーブしてるところに名前の横になんかね、総長とかって出てたから、そう言われてね、守るな僕の役目です。いいね、主のため共に戦う時いらん。ここは俺一人で十分、お前たち引っ込んでいろ。いやー、一番初めに負けるやつ。ミサイルが外れたかと。無駄な電子機すべて制圧。なんかみんなかっこいいな。ギロたち戦ってる。あんた体重症みんな止めてくださいよ。ゲロンな無茶な。それな。変身するしかない。シオンちゃん何か方法ありませんの？それが。ドラゴンウォーリアー元に戻す方法はありません。マジか。ドララ殿、今まで一体どちらに？ニュースを見た後、各国のドラゴンのところに向かったのですが、ペコポンの軍隊によるドラゴンへの攻撃で思うように手が出せなかったのです。みんな元に戻す方法はないって本当なの？地球竜は竜の尻尾を通じてペコポンやドラゴンの力を吸収します。ああなってしまったら もはや止めようがありません。せめて地球竜の復活前にドラゴンたちを倒すしか。そんな諦めちゃダメだ。タマたちは僕らの友達なんだ。きっと何か方法があるはずだ。せめて賞金に戻すだけでも。シオン殿、今夜から我が輩をドラゴンにしてほしいであります。ドラ、私の話を聞いてなかったのですか？ダメだよ、軍曹。みんなみたいに凶暴になっちゃったな。ドラゴン同士なら話もできるはず。我が輩がみんなを説得するであります。それでも絶対ダメだ。冬木殿を信じてほしいであります。たまにケロロは男気を発揮するよな。我が輩が冬木殿のことを忘れるはずがないでありますよ。さあさあ、シオン殿、一発ドーンとお願いするであります。結構軽いよね、ノリがね。わかりました。では参ります。ウォーリアー、歌うだけでなるんだな。かっこいい。ギロ。グゾ大丈夫なんでね。ギロワー。うわ、話が違うよ、グゾ。ちょっとこっち来ないで、ボケ帰れ。ボス戦みたいなのが、夏美さん危ない。小雪ちゃん、夏美さんとドロロのピンチは急いで走ってまいりました。すげえな。どこだったっけ、さっきオーストラリアだったっけ、さっきフランスまで走ってきたってこと。ゲーロゲーゲロ、あれなんだろう、グースの顔なんだか違和感がある顔です。読んでるです。目が見開いている。角、はい、シオンちゃんの言うことを聞いてたときは確かに角が光っていた。あの角に触れるもしかして上に乗るのか。ドラゴンの頭まで打ち上る機会、さすがにめちゃすぎるよ。冬木くんっていう顔じゃないよね。サブロさん、来てくれたんですね。細かい話は後だ。実体画面で紙飛行機を飛ばすよ。ドラゴンの頭は一っ扉しっかり止まって、よし行くぞ。ギエロ、キロロ殿は一体何を考えてる。核の上だ。ドラ撃っちゃダメだ。ペコポンジ、一体何をするつもりだ。何をするか。
グーさん、僕が元に戻してみせる。頭の上乗りゃいいんだっけね。なんか映画もそんな感じだったっけ、みんな頭の上乗ってたっけ。一回見たんだけどな。ケロ？グーさん、わかる？僕顔がすげえ急にバカっぽくなったな。いつものケロの目なんだけどさ、急にバカっぽくなったな。あれ？雰囲気殿、随分ちっちゃくなったりありますな。違うよ、軍曹が大きくなったんだよ。どうドララ、諦めなければ何とかなるんだよ。こんな方法があるとは。よし行こう軍曹、やっぱり角だ。角に触れればみんなの意識を取り戻せる。よっしゃドラゴンパワー全開。またタママ2頭からになります。かっこ撃破かな。そんな感じだな。ケロロンスピリット。ドラゴンになって最後に待ち受けるボスを倒してください。命は3つまで、低下部下救出。十字ボタンを押すと波長を移動することができます。シューティングか。A ボタン、Y ボタンを押すと、対空、対空と対、対地もあるやつか。シューティング苦手なんだよな。地上にある卵を破壊すると、パワーアップアイテムが出現します。ミストと攻撃力アップします。待ってね。対地が B だから、じゃあ A と B を使っていく感じか。元ネタがわかんないんだな、残念ながらな。見たことはあるんだけどさ、こういう感じのやつ。そうです、結構連打が効くぜ。まださ、対空だけだからいいんだけどさ、ここに対地が混ざってくるとさ、あれ対地だな。撃ってきそうなのがいる。あ、なるほど。卵を取るって対地で取らないといけないってこと。待って。思ったよりも対地攻撃のあれが範囲が短かったな。まあ、血だもんな。普通にやられたぜ。避ける方向でいいのかな。このパワーアップアイテム次第かな。で、こいつらが突っ込んできてるのか、なんか撃ってきてるのかと思ったら目指せた。ああ、うな。いや、もうこれは多分待ってれば勝手に突っ込んできてくれるから、下手に動かない方がいいような気もするんだけど。で、あのさ、水の上浮いてるやつさ、あれが今んとこ何もしてきてないよね。まだ初めの難易度だから、そんなにも。あの、スリーウェイショットとかなんないですかね。だから本当はここら辺でもう対地攻撃でやりたいんだけど、あいつらが飛び上がる方が早いんだよ。結構もう、大まかに、大雑把に、避けていく感じで。あ、そう、マジか、取れなかった。もうちょっと早めに打たなきゃいけない。よし、うぅ、うぅ、なんだって、なんとか言ってるんです。やめろ、近く来るな。危ねえ。当たったのか。本体に当たる。どうすか。あ、待って、しかも止まったし、最強。あ、危ない危ない。危ない。当たり判定がどこまであるかなんだよな、これ。あ、よかった、こっからしてくれるのか。いやー、あんまり顔の前を通るのは得策じゃないですね。おう、ラッキー。あれ
れかな、一回失敗したらちょっとずつ弱くなってくるんだから。やったやった。いやこれで簡単だもんな。簡単じゃないんだよな、難易度がな。難しいんだよ。再開ももかと頼む。リサさん今のうちに角、結構難易度が高い。おお、卵いい加減に目覚ましやがれ。たまゲロ、我が輩の体が光ってる。見て、タマもだ。共鳴かな。あ、戻った。ゲロ？あれ、モッチースイッチのお借り来たですか？ドラゴンも解除されちゃったら他ちょっと気づけない。グンソ、元に戻れたんだね。すごい、こんなことが。喜ぶのは早いです。あれを見てください。残りどうするよ。竜の尻尾が活発になってる。ドラゴン同士の戦いのエネルギーを吸収したのです。そういうことか。だからケロロ殿たちも元のケロン寺に戻ったのでしょう。クルーたちが暴れれば暴れるほど地球竜の復活が早まる。でも元に戻すには戦わないといけない。急ぎましょう皆さん。とにかく角に触りさえすればいいんだけど、その難易度は高いよ。やっぱりドラゴンでこっちの方がしっくりくいてありますね。ケロン人の体を馴染む、チーズに馴染むです。ゲロリ。さあ、ここからが我々の本領になります。本当の主人公の力見せてやるです。会話が多い。ああ、タマは、あ、クルルドラゴンの吸収。ギロロ流の音だって。じゃあタマは久しぶりに使うか。でもステージなんだな。